皆さん、こんにちは。主演映画、肉弾屋スタジオジブリ映画、天空の城ラピュタの、ムスカ大佐役の声をはじめ、映像、舞台、ナレーションなど、長年にわたって活躍した演技派俳優、寺田実さんが、14日に肺がんで亡くなっていたことが、23日に報じられました。81歳でした。この訃報を受けて、天空の城ラピュタで、シータ役をしていた横澤恵子さんも追悼コメントを残しています。今回は寺田実さんの半生を振り返りながら、寺田さんの死因、ムスカ大佐収録時の知られざる秘話、横澤さんやファンからの追悼コメントなどご紹介したいと思います。まずは寺田実さんのこれまでの芸能活動についてご紹介します。寺田さんは東京都出身で、文学座付属の演劇研究所に第一期生として入所し、1961年に舞台でデビューしました。1962年、昭和37年、我ら青春でテレビドラマに初出演。その後68年には岡本喜八監督の映画「肉弾」で主演し、毎日映画コンクール主演男優賞などで高い評価を集めました。高い演技力で活動の場はテレビにも広がり、時代劇をはじめとする数多くのドラマでは悪役としても存在感のある役柄を演じました。また1986年の宮崎駿監督のアニメ映画「天空の城ラピュタ」ではムスカ役を演じ、声優としても活躍しました。その他数多くの連続ドラマ、単発ドラマにも出演し、印象的な顔立ちと佇まいで活躍の幅を広げていた寺田実さんでしたが、今月14日、寺田さんは肺がんのためお亡くなりになりました。所属事務所のホームページでは、最後まで仕事を続けながら、諦めることなく希望を持って治療に励んでまいりましたが、桜の開花を待たずして帰らぬ人となりました。これまで応援してくださったファンの皆様、多くの作品でお世話になりました関係者も、皆様の生前のご厚誼に深謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げますと綴られています。この報道を受けてファンからも追悼の言葉があふれています。なんか私が子供の頃見てたアニメ関係者たちが最近続々と亡くなっていくのがとても悲しいです。仕方がないことなのですが、子供の頃のワクワクは彼らが与えてくれ、大人になっても鮮明に記憶の中で残っています。そして今は気軽にアニメを見れる時代で、自分たち子供世代と一緒に見ることもでき、口には出しませんが、ああだったな、こうだったなと見ながら密かに思っています。ご冥福をお祈りいたします。マイクを使うのか前提の俳優さんは結構名優と言われている人でも、声優としては素人に近いことも多いが、寺田氏のムスカと江守徹氏の黒騎士は素晴らしい名演技でしたねなどと寺田さんを惜しむ声が多く挙げられていました。また天空の城ラピュタでシータ役を務めた声優ナレーターで芸能事務所ユーリンプロの代表取締役横澤恵子さんも23日サンケイスポーツの取材に対応し、とても悲しく残念な思いでいっぱいですと追悼しました。その際に横澤さんは寺田さんとラピュタに関するこんな秘話を話しています。横澤さんは2016年に行われたラピュタのコンサートで寺田さんと再び共演、映画の収録時は限られた時間のためあまり雑談できなかったといいますが、コンサートの時には楽しいお話をいろいろと聞かせていただきましたと振り返り、印象に残っているエピソードを披露しました。コンサートのステージ上で寺田さんは学生からムスカの人がゴミのようだというセリフをやってくださいと言われ、しょうがなくやったのに全然似てないと言われたんだと告白。続けて後日テレビでラピュタを見て、なるほどこういうのかと思っていくつかセリフを勉強して3つくらいムスカのモノマネができるようになったと明かしていたといい、横澤さんはスタッフの皆さんは大受けで、楽しいコンサート現場になったことを懐かしく思い出しますとしみじみコメントされ、心よりお悔やみを申し上げますと寺田さんを偲びました。
あまり話せなかった仲とはいえ、同じ作品に出演した方の突然の訃報は大変悲しいことですよね。ムスカ大佐が全然似てないと言われてしまった寺田さんですが、実はその当時ムスカ大佐のキャラクター自体を全く覚えていなかったという驚くべきエピソードがあります。寺田さんは天空の城ラピュタ以前だと外国映画の吹き替えなどは何度か経験したことがありましたが、アニメの声優として参加することは初の試みだったそうです。本作品の後半の収録時は絵がまだ未完成だったため、15秒でこのセリフを言ってくださいなどと指示を受け、時計を見ながら声を吹き込みました。その後公開された劇中のムスカ大佐のセリフは頻繁にモノマネされるようになり、世間では話題となっていましたが、当の本人は当時2日で撮ったからほとんど覚えていなかったと語っています。寺田さんが東海大学の特任教授になった際、教え子たちからよくムスカやってくださいと言われた時には、そのキャラクターはどんなセリフがあるんだいと聞き返したと言います。収録の期間が短かったとはいえ、自分の演じた役をどうして全く覚えていなかったのでしょうか。というのも寺田さんはラピュタに出演した際、演技について宮崎駿さんとかなり揉めたと言います。その関係もありトラウマとなったことで、公開後も全くラピュタを見ることはなかったようなのです。このことから寺田さんは、声優業は専門の教育を受けた役者、いわゆる本業声優が演じるべきであるともコメントしています。ですが2016年のラピュタのコンサートでは、約2000人の前で劇中曲に合わせ、横澤恵子さんと名場面のセリフを披露するために、娘が持つ本作品の DVD を借りて初めて本作品を鑑賞、ムスカ大佐のキャラクターを復習していたといいます。それから3つくらいならセリフを言えるようになったとコンサート会場で話したということのようです。このことをきっかけにラピュタへのトラウマも克服しているようですね。寺田さんは肺がんで亡くなったとのことですが、かなりのヘビースモーカーだったと言われています。過去のインタビューでも、耳は聞こえなくなるし目も歯も悪くなったなと明かしますが、生涯不良でいるには健康でいないとね。健康のためなら死んでもいいという人はいるけど、健康に悪いことが大好き、酒もタバコも一切やめていない、だからストレスがないんだなと語っています。2021年のインタビュー記事ですので、78歳くらいまでは喫煙していたことがわかります。また別のインタビューでも、タバコはやめられない、周りでやめた人もいるけどみんなそれでなくなっちゃうとコメント、でもタバコ税が防衛費になるなら考えようかなとにやりと笑ったと言います。日本医師会には、肺がんとは肺細胞の遺伝子に傷がつくことで発生します。細胞に傷をつける原因は様々ですが、最大の原因としてタバコの影響が指摘されます。タバコを吸うと肺がんにかかるリスクが男性は約 4.8 倍、女性は約 3.9 倍に増加します。喫煙年数や喫煙本数が多いほどリスクが高くなり、禁煙を続けるほどリスクは徐々に低下していきますと記載があります。やはり肺がんになった原因はタバコが濃厚とのことで、リスクを知った上で寺田さんはストレスがない生活を選択したということなのでしょうね。皆さんいかがでしたか。今回は先日お亡くなりになられた寺田みのりさんについてご紹介いたしました。素晴らしい作品をこの世に残してくれた寺田さんに追悼の意を持ってここで締めさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それではまた。